山田アリスプロデュース BW 白と黒の占い師メンバーアプリ登場、スピリチュアリスト月ヶ丘エリナ先生、そして新登場は国際占い師イタリアシチリアベアトリーチェのりこ先生です。私は本業が占い師、32歳で独立、43歳の今、行き詰まっている30代のあなたへ。山田アリスは星の世界に出会うまでの28年間ずっと人生に行き詰まりを感じていたといいます。私たちの動画があなたにとってハッピーな未来へのヒントになれば幸いです。いつも YouTube をご覧いただきありがとうございます。山田アリスです。今日は自己紹介をさせていただこうと思います。2003年に結婚したんですけれども、翌年にですね、すぐに別居することになってしまったんですね。私はもう仕事もですね、何一つ続けることができなかったんですね。で、だからもう本当に行き詰まってるんで、その仕事も本当にもう毎回辞めてくるっていう形でしたし、なんかちょっとやっぱり精神的に参ってたんでしょうね。なんかもう行くのも怖いっていうか、そういうちょっと状態にもなってたんで、しかも別居もしてるし、結婚もうまいこといけん、仕事もうまいこといけへんでちょっと来てたんで、やっぱりなんかいろんな意味ですごく行き詰まってた時なんですよね。今思えば、社会から逃げるためにというか結婚したような気がするんですね。そんな私だったんで、結婚生活 もう当然うまくいかずですね、離婚しようと思って、もうそこまで話が進んじゃってたんで、別居してもう家も変わったし、すごく私としては落ち込んでて、なんでかって言ったら、両親が離婚してるんで、こう自分は離婚したくないというのはすごくどっかにあって、相手の気持ち変えられませんので、どうしてもその離婚の相談っていうので、恩師のですね、阿部クリスティ先生のところに行くことになるんですね。で、会社一緒だった友達が言い方 で、その子がいい占い師の先生いるよって教えてくださって、で正直私、占いってもうそれまではですね、全然興味ない世界だったんですね。申し訳ないんですけど。でだから無駄ないなと思いながら、先生のとこに会いに行ったんですよ。じゃあ周りが言った意見とはもう全くかけ離れた意見をくださって、単純に私はもう別れると言ってたんですけど、先生はですね、それがあかんとこやと、粘れというアドバイスをもらったんですよ。苦手に克服して立ち向かうっていうことを私に教えてくださったと思うんですね。おひつじ座、独立思考、自己中心的。おうし座、維持能力、強欲さ。双子座、頭の良さ、計算高さ。蟹座、家族愛、束縛心。獅子座、自信、うぬぼれ。乙女座、分析力、批判精神。天秤座、
社交性、八方美人、サソリ座、共存心、嫉妬心、いて座、理想主義、誇張、ヤギ座、目的達成、頑固さ、水亀座、自由主義、適当さ、魚座、共感力、ルールのなさ、勉強してみようかなと思って、で自分の適性ですね、まあ、占い師になるっていうのはもう全然そこは頭になくって、自分の適性を知りたかったんですよね。自分の人生というか、その周りと希薄というか、まあ、寂しいお家に育ったりしてたんで、そういうことも含めて、うん、なんか何かあるのかなと思って最初は勉強し始めたんですよ。そしたら、まあ、納得いくことがなんかたくさん出てきて、私には当てはまってたんでしょうね。それで、あ、これは面白いと思って、どん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 、まあ、毎週ですね、行くようになって、まあ、何回来るねって先生もね、きっと思ってたと思うんですけど。やっぱりこう現実の世界の常識的な考えって大事だと思うんですね。だけど、あの占いの世界って、その時々ですね、こうありえない奇想天外な答えを、まあ、私たちくれるんですよ。でそれはこう夢を思い描くようなことだったり、このしんどい状態から抜け出すヒントだったりすることっていうのがあって、でその時にも私はそういう気持ちになれたんですよ。なんか希望を膨らますことができたって感じだったんですね。で現実で頭打ってきたからこそ、すごくこう占いの世界の勉強というのは自分にとってすごいかけがえのない時間になっていたんですね。でそこで、まあ、その時ね、まあ、起業っていうキーワードが出てたんですよ。結局、まあ、雇われると、まあ、その極度の緊張でですね、まあ、いつも目をつけられるんですね。どこを仕事行ってもなんかこうおどおどしちゃうんで、なんかできないやつっていうか、で最初のこう面接だけが得意 でだから第一印象の差と来た時の差がすごく下がるタイプというか、だから緊張すると何も割とできなくなっちゃうところが昔からあって、でそれがやっぱり自分のコンプレックスになっちゃうから、もう苦手意識が常に出てるんで、見張られてたらもう何もできないみたいな感じになって仕事もやっぱうまくいかなかったんですよね。でそれで、まあ開業というか、自分一人でできるお仕事っていうのをやっぱやりたいと思うようになったんですよ。もちろん人がいて成り立つものなんですけれども、根本そのこう常にですね、どっかこうお仕事行ったら誰か他人がこういて、そのチームに入るっていうことではない、その業種に就きたかったっていうのがすごく一番の自分の願いだったんですよね。そうじゃないとなんかできるはずのものもできなくなっちゃうところがあったんで、自分の性格っていうのをそれで判断して、その道に行きたいと思うようになりました。でそれが、まあ手段として起業であった。
でその時もね、なんか、まあ、たびたびそのクリスティ先生のところに相談は行ってたんですよ、その当時は。そしたらやっぱりあのお金ないってことも分かりますやんか。ただお金がなかったらね、基盤は人だからね、人に会っておいてって言われたんですね。んで、へえ、そうなんやと思って、単純にじゃあ人に会いに行こうみたいな感じで行って、嫌な思いもしてますよ。だからあの私がそういうどんだけ本気でやってるかっていうことを分かってくれる人なんてもうほとんどいなかったんで、なんかすごく小馬鹿にされたこともあるし、なんか何にも分からんのにね、これもキャラクターっていうか言われやすいキャラクターもあるんでしょうけど、なんかこうひどいこと言われることの方が正直多かって頭も打ったし、でもやっぱりその時の先生の言葉っていうのはすごく自分の励みだったことだね。あの時の時にやっぱその代表の梅社長が、まあ、私はすごく多分可愛がってくださったと思うんです。で、まあ、いろんなお仕事くださったし、いろんなその自分にない発想をこうヒントをくださったんですけど、でもすごく難しくなかったんですよ。簡単にやれるよみたいなことを言ってくださったのが、自分の中ではなんか、心が楽になるというか、もちろん継続していったらいろんなことを考えてされてるでしょうし、考えないといけないことも今は分かるんですけど、当時のその起業するっていう勢いはやっぱり楽観的じゃないとできなかったかなと、いろんなリスクがあるよみたいなことを話をもうされてたら多分おじけづいてできなかったと思うんですよね。でもさっき言ってたみたいに私は他に道がなかったんで、もう自分がいろいろお勤めも本当にたくさんのお勤めしましたし、一人暮らしでずっと19歳ぐらいから一人暮らしではあったんで、仕事しないと生きてはいけないじゃないですか。この時の出会いというのは本当に救いというか、で一時期は1ヶ月に150人の方がお越しになった時期などもあって、あ、これでいけるかなと思って、まあ、やり始め、そして今に至ります。で今11年目に入るんですけども、で2010年ですかね、そのテレビとかメディアでの占い原稿執筆のお仕事を、まあ、ご依頼いただいたことはもう今でも、まあ、これがなければですね、おそらくこのお仕事で継続してですね、これ一本で、まあ、お仕事させてはいただけなかったのかなというふうに思っています。バイオ朝日ですの星占いランキングっていうのを担当させていただく機会が来まして、やっぱりそんなにその自信満々でやってるように見えたかもわかんないですけど、本人の中では本当に差があるというか、表に出てる時と出てない時というのは結構差があるタイプで、出てなかったらもういつも怖いっていうかね、泣いてるみたいな毎日だったんで、そのテレビの執筆の仕事なんかもできないというのが一番にあったんですよね。だから文章を書くっていうことに対してもすごく恐れがあって、まあ、できひんのちゃうかと思ったんですけど、まあその時も周りのその意見で、まあ、それはやらなあかんやろっていうで、まあ、チャレンジでしたね。で提出してまたまたま撮ってくださって、なぜか私のようなものを撮ってくださって、で今でもご縁いただいて、まあ、継続させていただいてるんですけど、この仕事なかったらもう、よく受けへんっていう選択肢をその時持ってたなっていうぐらいに思いますね。で今やっぱこのお仕事っていうのはすごく重要なお仕事で、
で、やっぱこれは絶対に書かせたらあかんって思ってるんで、まあ、締め切りは絶対守りたいし、まあ、守るのは当然ですけどね、守ってやることをやっぱり一番に優先させているものでもあります。2010年からですね、パトリンコと島田がトライン大阪株式会社の代表として活動を行ってたんですけども、占いを兼業でですね、別の方向に進むことになりましたので、2018年からもう一度私が代表としてやっていこうという形に変えました。トリンももちろん占いもやるんですけども、お客様の本当にこの来られてる時間を無駄にしたくないという思いではずっとやってます。でそこでお客様が何か結婚に悩まれたり、恋愛に悩まれたり、お仕事に悩まれたり、さまざまな悩みありますよね。でそこで鑑定にお越しになるお客様の中にも、もうこの世界に救われる方っていうのはやっぱりいらっしゃるんですよね。で YouTubeをですね、まあ、動画配信に力を入れるようになったんですけど、まあ、自分たちと同じ感覚を持たれてる方は結構いらっしゃるんじゃないのかなと思ってるんですよ。この精神世界と現実のバランスをうまく取った場所が私たちのやる占いの世界なのかなって思います。この番組は山田アリス事務所の山田アリスメディアです。 YouTube の公開を通じてあなたのハッピーな未来を心よりお祈りしております。チャンネルご登録もよろしくお願いいたします。